そしてフラあアルローラ、そしてミスティックトパーズからチームコメントです。個人のキャラクターが光る3年生チームネクサス、見たことのない新しい縄技や通し方など毎回デモを見るたびに驚かされるチームです。チームの柱剛さん、常にチームのことを引っ張り、また私たち後輩のことも引っ張ってくださり、 DSP には欠かせない存在でした。ずば抜けた身体能力で会場を沸かせるレオさん、いつも笑顔で可愛いレオさんはステージ上では誰よりも輝いていてギャップがあり、みんなレオさんの虜でした。キレのあるダンスと雰囲気で観客の心を引き込むももかさん、ダブルダッチが上手いだけでなく周りから慕われ、サークル内での人気は不動のものでした。安定した技術でチームを支えるみすずさん、いつも謙虚に練習に励む姿が私たちにも刺激を与えてくれました。誰にも真似できない技の持ち主の千野さんあのハイジャンプに何度驚かされたことでしょう。サークル内の絶大な存在感を持ち、ユーモアにあふれ親しみやすい性格から後輩にも好かれる素敵な先輩でした。メンバー全員が普段は優しく可愛い一面もありますが、舞台に立つと見ている人を釘付けにし、たものしそんな先輩方は私たちの自慢の先輩です。ネクサスの先輩方は私たちとのつながりを大切にしてくれて、その思いは私たち後輩にしっかり伝わりました。この先輩方からもらったつながりを、これからは私たちがしっかり後輩に受け継いでいきます。ネクサス最後の舞台、3年間積み重ねてきたチーム力で息の合ったパフォーマンスをしてくれると思います。最高のラストを飾れるよう後輩一同応援しています。私たちはネクサスの先輩方の背中を追い続けられ後輩になれたことを誇りに思います。それではやっていただきましょう。18代目ネクサス拍手。Yeah!
チームの代表者よりコメントをいただきます。お疲れ様です。素敵がきです。まあ、ネクサスは、1年生から DSP で結成して、今まで、まあ、デライトとコンテストとかパトスライブとかを中心に、活動してたチームで、まあ、今まで、5人で、誰一人、かけることなく、5人で、みんなで、ショーケースを、作ってきました。自分たちで、まあ、自分たちの色を、探すのに、すごい苦労してしまって、最初からその自分たちの個性って何だろうとかっていうのを先生とかが自問自答してて、なかなかそれが見つけられなくてすごい苦しみました。でも本当にいろんな人が、なんかみんなの個性ってここだよとか、なんかお前らここがいいよ、お前らここがダメだよとか本当にいろんな意見くれて、それで本当に僕たちはここまで来ました。まあ、もう本当に皆さんがいなかったら今皆さんがご覧になっているこのショーケースも絶対にできるものではありませんでした。もう本当に、ネクサス、つながりの日なんですけど、本当に皆さんと、つながれたことが、僕たちのダブラッチ人生においてすごい大きな財産になりました。本当に、皆さんネクサスの応援今までありがとうございました。それでは